ちは、ゾウです、今日はですね、この間100均で、ディズニーのハロウィングッズを、ダイソーで購入したっていう動画を出したんですけども、そのですね、飾り付けをひいさんがやってくれたので、今僕仕事終わりで帰ってきてめちゃめちゃ感動したんで、ちょっと動画にしようかなと思いました。はい、なのでちょっと見ていこうかなと思います。まあ、ちょっと一角だけっていう感じなんですけど、ちょっと行ってみましょう。はい、まず玄関ですね。玄関がじゃんとこんな感じになりました。かわいいね。これあのかすみ草を前にもらって、それが、まあ、ドライフラワーみたいな感じだったので、それがなんかアフロみたいになってますねと、あと前回紹介してないんですけど、別で買ってたものがあって、こちら、これは光るんですよ。光らせます。お、光らせます。お願いします。はい、こんな感じです。あ、かわいい。結構パーティーチック、結構パーティーチックだね。これを玄関の靴箱の上に置きました、置きました、置いていました。これかわいいね、結構ね、うん、おで、ここからさっき撮影してたリビングの方に行きたいと思います。はい、でリビングなんですけど、これ今ですね、僕が撮影した写真が飾ってあるんですけど、ここから左にパンしていくと、じゃじゃーん、はい、こんな感じになっております。すごくすごくいい感じ、こんな感じです。かわいいよね。これガーランドですね。と、前これディズニーストアで買ったクリスマスのオーナメント、スーベニアのスナックケースと、あの無印のディフューザーに、あのシールのやつですね、コウモリが貼ってあります。はい、でここから左に行くと、まあ、こうプロジェクターで今ナイトメアがちょうどやっているという、この動画のために再生しましたで下に行くとですね、これですよ、バキバキっつったあの A2 サイズが入る、ちょっと明るくします。はい、ありがとう。 A2 サイズが入る写真の額縁なんですけど、そこに2017年の時の C のバンダナを入れて、周りにこの100均で買ったプクプクのシールを四隅に貼ってます。素晴らしいね、このアイディアは思いつかないわ私じゃ。かわいい、素敵、めちゃめちゃいいね。額も 100均でね。あ、そう、額も100均で500円ぐらいだったかな。うん、そう、貼るとこない人はこういうの大事というかね、うん、あれにすると、キャンバスにすると楽しいと思います。ね、すごくいいよね、これめっちゃ感動したわ。鍵だとで、あとはうちにもともとあったダーツに、これまたね、こんな感じ、もうちょうど合ってますよねもうね、世界観大事にしすぎてびっくりしたはい、こんな感じでシールを貼ってハロウィンっぽさを出してます。かわいい。はい、うちのリビングの一角はこんな感じになっております。素敵ですね。ナイトメアを見つつ、ハロウィンまでこの感じで楽しみたいと思います。ひいさん手振ってますはい、ということで今回はですね、ダイソーで購入したハロウィングッズ、ディズニーのやつですねを駆使し、リビングの一角がハロウィンバージョンに変わっていたという動画でした。はい、皆さんもこんな感じで、なかなかこう今のご時世外でね、ハロウィンっていうのができないと思いますが、家の中でもこんな感じでディズニーも楽しみつつ、ハロウィンも楽しみつつという感じで、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、また参考になるアイディアとかがあると嬉しく思います。はい、ということで、この動画がいいと思ったら評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、Instagram 下の説明欄リンク貼っておきますので、そちらの方からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ではサンディークローサンディークローかっこいいね。光ってて全然映ってないわ